こんにちは、駒北です。こちら大宮駅なんですけれど、わあ、なんか面白いやつ来ましたね。何一つ荷物を乗っけていない機関車桃太郎でございます。まだ仲間を一人も手に入れられてないみたいですね。こんなんじゃ鬼ヶ島には到底行きませんよ。ぜひ出直してきてほしいものですね。というわけで今回はこの大宮駅からとある検証をしていきたいと思います。その検証というのは、この大宮駅から横浜駅に移動するのに、湘南新宿ラインと上野東京ライン、どちらの方がより便利なのか、より早く着くのかというものです。これって永遠の課題ですよね。皆さん意外とどっちの方がいいのかってわからないんじゃないですか。早速向こうの4番線に入ってきました。湘南新宿ラインの普通逗子行きです。今回は上野東京ラインを使って、この湘南新宿ラインの列車を追い抜かすことができるのかという形で、2つの列車のスピードを比較していきたいと思います。皆さんこの車両番号をよく覚えておいてくださいね。再び横浜駅で同じ列車を迎えることができるのでしょうか。とここでレースの始まりとしてはベストなタイミングで、僕の乗る上野東京ラインもパドック、あ、いや失礼、ホームに入線してきました。普通小田原行きです。早速乗車していきましょう。向こうの湘南新宿ラインの方が先に出発、向こうは12時12分発ですが、こちらは12時13分発、1分の差がここで設けられていることとなります。この1分の差を上野東京ラインはどこまで巻き返すことができるんでしょうかね。注目です。この上野東京ラインと湘南新宿ライン、どちらも今回普通列車で対決をしているのですが、停車駅に関しては湘南新宿ラインの方が2つ多く、また湘南新宿ラインの方が道のりもやや遠回りしているように感じます。なのでおそらくこの上野東京ラインの方が先に横浜に着くんじゃないでしょうかね。ただ本当に追いつくかどうかはまだわからないですよ。僕はね、以前新幹線で乗り遅れた列車を追いかけたことがあるんですが、その時は間に合いませんでした。その時に動画を撮って残しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。さて1つ目の停車駅、埼玉新都心を出発。この駅は湘南新宿ラインも上野東京ラインもどちらも止まる主要な駅ですね。この辺で差がつくことは考えられません。2つの列車は埼玉新都心を出ると一気にこんな感じで加速していきます。なんとなく個人的にはこの辺りの赤羽から大宮の区間が東京近郊で最も列車の平均的なスピードが速いんじゃないかというふうに感じます。常磐線も速いですけれども、こちらも乗り応えは抜群です。まあ西日本のこのまんまだと列車が空中分解するんじゃないかみたいな、わけわかんないスピードを出す新快速ほどではないですけれども、それでも乗っていてかなり楽しいものです。さて1つ目の停車駅じゃない、2つ目の停車駅ですね、浦和駅に到着。この駅ももちろん湘南新宿ラインも止まりますから、まだまだ差は縮まりません。ちょっと列車が混んでいて反対側を映せなかったんですけれども、浦和駅のホームにはこの列車の入線時点でさっきの湘南新宿ラインの列車は止まっておりませんでした。もうどんどん先に進んでしまっているのですね。さてここは腹立つ、行き先で悪名高い南浦和駅、そしてその近くには埼玉車両センターがあります。この車両センター長さ 1.6 キロぐらいあるそうです。長すぎですね。それにしても所属している車両が全て京浜東北線の E23 3系なので、いやー見応えがないですねという感じ。しかし面白いものも止まっていました。あちらの車両、何やら黄色い車のようなものに牽引されていましたね。あれ一体何なんでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄でお教えください。さて今から列車が入っていくのは日本で最も面積が小さく、そして最も人口密度の高い市、蕨市なんですけれど、なぜこの蕨市が小さいままで残っているのかという話なんですが、こちらがその中心蕨駅ですけれども、もともと隣の川口市とかと合併する構想があったんだそうですが、その名前が気に食わなかったから合併しなかったんだそうです。ちょっと面白いですよね。ここで進行方向左側、何やら非電化で怪しい線路が合流してきましたけれど、この線路は一体何なのかって話ですが、ここにある保線車両の車両基地、そこから宇都宮線、高崎線、湘南新宿ラインの線路に入っていくための線路なんだそうです。そして埼玉県最後の駅、川口駅を通過中。もともと川口っていうのは鋳物の名産地で工業都市だったんだそうですけれども、最近はその工業用地も減って、どん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 マンションに変わり、東京のベッドタウン化が進んでいるようです。川口はほぼ東京キッポーなんてゆるキャラに言わせているくらい人口の増加に熱心なようですね。さて今列車は荒川を渡り、さらには新河岸川を渡って、ついに東京都北区に入りました。
荒川はいいけど新河岸川ってなんだよって話なんですが、新河岸川は川越からだいたい東上線に沿って南下してきて、さらにはこの辺赤羽のあたりを通り最終的に隅田川に合流する川なんだそうです。さて列車は赤羽駅に到着。京浜東北線の列車がこの列車に先行して出ていきますけど、どうせ追いつくでしょうね。大宮を出発してから15分経ちましたが、ここで赤羽駅を出発。まだしばらく湘南新宿ラインと線路は並行して行きます。ここで東北新幹線なんかも合流してきましたが、下に京浜東北線の列車が止まっているのが見えますね。あそこは下十条運転区への引き上げ線ですね。ここ東十条駅止まりになる腹立つ京浜東北線の列車も存在していますが、この駅止まりになった列車が下十条運転区車両基地に入っていくための折り返しの線路でございましょうね。またここで奇妙な線路がありますよ。新幹線の高架の下、今ちょうどこっち側に合流してきましたけれども、単線非電化の線路があります。何なんですかねこれ。京浜東北線が走る線路じゃないですよ。何に使うんでしょう。何か知っている方がいらっしゃったらぜひコメント欄でお教えください。よろしくお願いします。さてここでやっと上野東京ラインと湘南新宿ラインの線路が分かれました。一体ここからどのくらい上野東京ラインは湘南新宿ラインを追い上げることができるでしょうかね。さて列車は奥駅に到着。画面右側にちょこっとだけカシオペアの車両が映っているんですが、わかりますかね。なかなかさっきの埼玉車両センターと違ってこっちは見ていて面白いですねだって言おうとしたら、うわ結局同じやつばっかですね。今の時代は画一的集合体恐怖症になっちゃいますよこれじゃあね。でもまだ一応面白いもの止まってましたよ。 EF81 型機関車、赤いやつです。あいつは硬直両用の機関車だそうですので、ここで言うと常磐線と東北線に使えますし、その他生息域は関門海峡周辺や北陸などに渡るそうです。そしてこの辺りがだいたい伊堀信号所と呼ばれる辺りですね。さっきの田端車両センターからこの東北本線に線路が合流してくる場所です。ここから線路は複々線となります。大抵上野東京ラインの車両は外側2本の線路を使いますが、内側2本の線路は何なのかというと、こちらは上野駅地上ホームにのみつながっているそうです。まあ昔で言えばカシオペアとか北斗星とかその辺りの列車が回送するために使っていた線路なんでしょうね。さらにこの辺りからは東北新幹線、そして山手線、京浜東北線も合流してきます。今ちょうど西日暮里駅を通過したところでしたね。この西日暮里から次の日暮里の間は山手線で最も駅間距離の短い 500m なんですけれども、こうやって喋っている間に上野東京ラインの列車はものの15秒ほどで通過してしまいました。いや近かったですね。さてちょうど今京成本線の高架をくぐったところですけれども、線路の向こう側だいぶ高台になっていますよね。こちらがいわゆる山手というやつです。山手線の線路はこんな感じ。線路の反対側は下町といって低地になっているんですけれども、山手と下町のそのちょうど境界のあたりを走っているのです。崖っぷちをひたすら走行する区間なんですね。さて列車は上野東京ラインの名付け親でもある上野駅に到着しました。ここで東北本線は終わりですね。湘南新宿ラインは今どの辺を走っているんでしょうか。別れても思いを馳せてしまうものです。こっちの上野東京ラインの方が割と近道をしていますが、湘南新宿ラインは一旦田端駅の方までやってきて、そこから巣鴨や大塚などを通過して池袋駅に向かっていきますので、ちょっと大変ですよね。まあ大体今ちょうどね、行った巣鴨とか駒込とかそのあたりなんじゃないでしょうか。そしてちょっとここでなんだか縁起が悪いですね。湘南新宿ラインを追いかけているはずなのに山手線に抜かされてしまいましたよ。この電信時意外と早いんだから油断できません。まあこっちは駅に止まらないからこんな感じで御徒町駅で抜かすことができたけどね、ざまあないね。さて秋葉原駅を通過すると、ここが正真正銘上野東京ラインと呼ばれるエリアですね。高い高い高架線を走っていきます。高さはなんと20メートルほどだそうです。ほとんど雑居ビルとかの、まあ、屋上部分に近いぐらい高さがありますよね。すごいです。ですがこの高い区間はすぐに終わり、神田駅だけ通過したら再び山手線や京浜東北線と同じレベルまで下がっていきます。丸の内のビル群が壁のように迫ってきましたね。
この東京と上野の間、上野東京ラインの整備は2015年の3月に終わったそう。僕が小学校5年生の時の話なんですけれども、その目的は山手線とか京浜東北線のこの区間の混雑緩和のためだったんだそうですね。いや、これがなかった時の山手線の混雑とか僕は知らないんですけれども、相当ひどそうですね。さて、東京駅に到着、ここで折り返し地点、東海道本線ということになります。まあ多分湘南新宿ラインは今ちょうど池袋とかその辺りなんじゃないでしょうか。ちょっと追い抜かしたんじゃないですかね。そろそろこの東京駅のホームの端っこの部分、以前は昔のホームが露出していたような気がするんですけれども、工事でなくなってしまったんですかね。ちょっと寂しいものです。さて、元東京都庁である東京国際フォーラム横を通過して有楽町駅を通過、まあこの東海道線の東京駅から横浜の区間は僕は何回も動画で紹介しておりますので、ちょっと急ぎながら見ていきましょうかね。まあいい加減そろそろ湘南新宿ラインとの決着がどうなったのか気になってくる頃合いでしょう。さて、新橋駅に到着、右側いちご色の特急日立号が通過していきましたね。昔の特急フレッシュ日立を模した塗装になっているみたい。左側新幹線に追い抜かれてしまいましたけれども、こっから東海道線は品川まで割とスピードを出して走るので、新幹線にも食らいついていけるのではないでしょうか。しかしこれは僕の個人的な感想なんですけれど、湘南新宿ラインの方が上野東京ラインよりもスピードを出して走っている時間は長いような気がします。割と上野東京ラインってノロノロ走ってますよね。この浜松町あたりになってやっと本気のスピードを出してくれるような感じがいたします。さて、ここでまた因縁の山手線と対決ですよ。こっちは湘南新宿ラインと戦ってるのに、お前が勝ってどうするんだよって話ですよね。山手線って意外と加速性能が高いので、こんな感じで近郊列車だと簡単に追い抜かされてしまうんですよね。あ、前方を見てくださいよ。さっき新橋駅で抜かされた東海道新幹線がまだ見えています。結構この東海道線の列車も奮闘していたということですね。さて、品川駅に到着、この区間だいぶスピードを出して走りましたから、湘南新宿ラインとの差を広げることができたんじゃないでしょうか。今どんぐらい差がついてるのか気になりますよね。この品川駅、湘南新宿ラインで言えばだいたい大崎に相当する位置ですけれども、向こうは多分まだ恵比寿とか渋谷ぐらいなんじゃないかなと希望的観測で言っておきます。さて、京急線、ちょうど都営浅草線の車両が走っていましたが、新八ツ山橋をくぐり次の大井町方面に向かって突っ走っていきます。ちなみにその八ツ山って何ぞやって話なんですが、品川駅の西側、高輪と呼ばれるあたりでしょうか。あのあたりだいぶ高台になっていますけれども、あのあたりのことを八ツ山と言うんだそうです。さて、右側、お、家電量販店かと思いましたけれども、ここは山田電機ですか。いえ、違います、東京総合車両センターです。この東京総合車両センターは東側を東海道線、西側を湘南新宿ラインに挟まれていますので、ここで一旦2つの列車がちょっと近づいたことになりますね。でもこっちの列車の方が先に通過したに違いありません。さて、今から通過するのは大森駅なんですけれども、皆さん、この東海道線の線路が上下線でかなり離れているのにお気づきでしょうか。この駅、もともと列車線、東海道線の線路にもホームがついていたんだそうですけれども、30年か40年ほど前に撤去されたそうです。その名残であそこだけ上下線がかなり広く離れていたんですね。この辺りが日本の鉄道で最も歴史的な区間であるのは言わずもがな。昔は用地買収など気にする必要は今ほどはありませんでしたので、線路はまっすぐ敷かれています。湘南新宿ラインにも思いを馳せますが、向こうは割とカーブが多いですよね。なんでこの辺りでさらに湘南新宿ラインとの差を広げられているのではないでしょうか。さて、蒲田駅を通過しました。いよいよ多摩川を渡って神奈川県に入っていくところですね。左側に京急線の鉄橋なんかも見えています。湘南新宿ラインが多摩川を渡るタイミングは武蔵小杉駅の直前ですけれども、さすがにそこまでは行ってないでしょう。こっちの勝ちに違いありません。さて、川崎駅に到着、この駅は混雑が激しかったからなのか、ホームを拡張する工事が行われた関係で、なんか信じらんないぐらいホームの幅が広くなっています。お笑いみたいな広さですよね。ここぐらい広いホームは弁天島ぐらいしか僕は知りませんよ。さて、川崎駅を出発、横浜駅まではあと10分ぐらいですね。ここで左側、南部支線八丁縄手駅方面より
東海道貨物線が合流してきました。だいたいこういう高架線で合流してくる貨物船って死んでることが多いですけれども、ここはバリバリ現役ですよ。1日に何百回も貨物列車が通るところだと思います。そして右側からは湘南新宿ラインの線路がついに合流してきました。さて、大宮で見た湘南新宿ラインの列車がちょうど横を走っていたりしたらかなり面白いんですけれども、さすがにそういうことはなさそうかな。もしここで湘南新宿ラインの列車が来ていたら、一番右側の2本の線路を使って走っているはず。ちょうど対向列車は走っていますが、大宮で見たあの列車は走っていません。ということはだいぶ差をつけられているか、だいぶ差をつけているかということです。前方を確認してみますが、やっぱり湘南新宿ラインの線路には何も列車は見当たりませんね。ということは多分列車追い抜くことができたんじゃないですかね。横浜駅で見るのが楽しみです。一応これで真横を走っていたらめちゃくちゃ面白いんで確認しておきますけれども、いませんね。横浜線の高架をくぐりました。もうすぐ東神奈川駅を通過です。左がちょうど横浜線が高架線に登っていくところが見えてかっこよかったので、一応動画に収めておきました。さてここで進行方向、左側に見えているのは東神奈川電車区。ここも埼玉車両センターみたいなもんで全然見ていて見応えがありませんけれども、まあまだ横浜線の E233 系がいるだけマシというところでしょうかね。ちょうど横浜駅に近づいてきたタイミングで横浜線の列車をも抜かしてしまっているではないですか。だいぶ飛ばして走ってきました。この上野東京ライン、ついに横浜駅に到着です。大宮からちょうど1時間ぐらいでした。だいぶ早い部類に入るんじゃないですか。最速達、ちゃんと大宮で見送ったあの列車をここで迎えることができるのか緊張してしまいますよ。さて列車を降りていきましょう。結果やいかに。湘南新宿ラインのホームに急いでやってきました。ちょうど僕が乗ってきた上野東京ラインの列車が向こうに走り去っていくところでしたね。ちなみに重量編成でめちゃくちゃ混んでいたので、撮影はかなりこじんまりとやりました。ご安心ください。湘南新宿ラインのホームには成田エクスプレスが止まっています。ということはもしや先に行ってしまったのかと思いましたけれども、発車表を見ると普通逗子行きって書いてあるじゃないですか。やっぱり追い抜かすことができたんですね。さて横浜に着いたんで答え合わせの時間ですね。ちゃんと大宮駅で先に出ていった湘南新宿ラインの列車、同じ列車が今からこのホームに入ってくるのかどうか見ていきましょう。さて列車が入ってくるみたい。たまにやっているプラレール運転会ってやつがありますけれど、あれの事故、ポイントの切り間違えとかね、そういうのがなければ絶対に同じ列車が入ってくるはず。まあそんなことが現実に起きていたら重大インシデントかじゃ済まないと思いますんでね。そうですね、大宮で見たのと同じ E231 系だと思います。最後にダメ押しで車両番号を確認しに行きましょう。見てください、大宮で見たものと一緒じゃないですか。大宮で映したのは2号車だったので、2号車のやつも流し撮りで、おお、やっぱり一緒ですね。ということで上野東京ラインはこの湘南新宿ラインよりも大宮から横浜に移動する上では早いということが分かりましたね、今回の検証で。ということで今回の検証は以上にしたいと思います。動画も以上になりますね。ご視聴ありがとうございました。あ、ちなみにね、僕最近髪を切りました。さすがに YouTube に顔を出す上で見てくれはある程度よくしておかなければならないと思い直しましたので、ね、これからはこんな感じ爽やかな風にやっていきたいと思います。自分で言うのもなんですけど。